if、たら、even if、ても、日常でよく使う表現ですから、勉強しましょう。レッスン1。 if、たらの例文。動詞プラスら。運動したら痩せますよ。花子さんの電話番号を知っていたら教えてください。今お酒を飲んだらうまいだろうな。時間がなかったら来なくてもいいですよ。いい形容詞プラスら。安かったら買いたいな。辛かったら食べません。可愛くなかったらモテません。な形容詞名詞プラスなら。英語が上手なら通訳してください。あなたが学生なら割引サービスがありますよ。好きじゃなかったら食べなくていいですよ。好きじゃないなら食べなくていいですよ。犬じゃなかったらタヌキかもしれません。犬じゃないならタヌキかもしれません。解説。 if にはたらの表現以外にレバの表現もあります。運動したら痩せます。運動すれば痩せます。レバの変化は条件形と言います。注意点もう一つ。たらには3つの意味があります。 if と after と when です。 after、 歯を磨いたら寝ます。 when、 東京に着いたら連絡してください。たらはこのような使い方もできます。レッスン2。 even if、 てもの例文。動詞プラスも。たくさん食べても太りません。たくさん寝ても疲れが取れません。急いでも間に合いません。薬を飲まなくても元気になりました。いい形容詞プラスくても。暑くてもエアコンをつけません。重くても運ばなければなりません。寒くなくてもたくさん着ています。な形容詞名詞プラスでも。危険でもヒマラヤに登ります。好きでもお酒を飲みません。猿でも勉強します。好きじゃなくても飲まされます。レッスン3。会話。明日晴れたらどこへ行きたいですか？近所の公園に行きたいです。公園で何をしますか？公園でゲームをします。雨が降ったら何をしますか？部屋でゲームをします。目を大切にしてください。お金持ちになったら何をしたいですか？酒だよ酒。お酒を買うお金がなくなったら何をしますか？金を借りても酒を飲むさ。そんなに飲んだら死んじゃいますよ。死んでもあの世で酒を飲むさ。はっ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 は。お大事に。終了です。たら、てもの使い方がわかりましたか？難しくても勉強します。それではまた来週。
さようなら。